ジョバンナ一世男女は、ナポリ女王。エルサレム女王、シチリア女王、アカイア公、プロヴァンス博、フォルカルキエ博の称号を有した。ナポリ王、ロベルトの長男カラブリア公カルロと、フランス王フィリップ六世のイボイモートマリーアディバロワの娘。1343年、祖父のロベルトを継いで、ナポリ女王となった。しかし、王位を、 またいとこのハンガリーオライオシュ一世に狙われ、1347年にナポリから追放され、フランスへ亡命し、1352年に復帰を果たした。当初、ジョバンナは教皇ウルバヌス六世の支持者であったが、後に対立し、1381年にウルバヌス六世は、ジョバンナをナポリ王位から退位させ、カルロディ・デュラッツォに王位を与える決定を行った。 一方、このいなかったジョバンナは1382年に、バロアン・ジュ家のルイ一世、ダ男獣を後継者とすることを決定したため、同年に、ムーロル・カーノで、ラヨシュ一世の命を受けたまた重帝のカルロ・ディ・ドゥラッツォによって暗殺され、最後の夫に先立って死去した。代わって、カルロ・ディ・ドゥラッツォが、カルロ三世として王位についた。カルロ三世はまた、ジョバンナの、 妹マリア・デカラブリアの娘、マルゲリータの夫でもあった。ジョバンナは4度結婚した。最初に、ハンガリー王・ラヨシュ一世の弟でまたいとこにあたる、アンドラーシュと結婚したが、1345年に暗殺された。アンドラーシュとの間には一男が生まれたが、創生している。翌1346年に、父、カルロの重邸であり、 自身の母方のいとこでもアルター・ラントコルイージと二度目の結婚をしたが、1362年に死別した。ルイージとの間には二女が生まれたが、いずれも創生している。翌1363年に、マヨルカ王ジャウメ四世と結婚したが、1375年に死別し、子は生まれなかった。翌1376年に、ブラウンシュバイク・グルーベンハーゲン・公ー,ーと最後の、 結婚をしたが、子は生まれなかった。なお、1348年に、教皇クレメンス6世が序盤ナからアビニョンを買い取っている。その後アビニョンは、教皇宮殿を中心に、国際ゴシック様式が流行。フランス革命で没収されるまで教皇領の一部となった。ありがとうございます。